本日は2020年9月の1日、いよいよ9月になりました。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する実学であり学問です。新型コロナ騒動をね、また第2局面に達して、これから第3局面ということになると思いますけども、今まで私がねやってきた免疫の方とかの方もまた動画見ていただいて下に貼ってきますけども、インフルエンザのワクチンね予定量は決まってますんで、それがないということでパニックにならずに、インフルエンザのワクチンはインフルエンザに効くね、症状があれば早めに治療する。でワクチンというのをね他に打ちたければいろんなワクチンがねあります。男性の場合は風疹の抗体を調べて風疹ワクチン、マシンワクチンを打つ、ね、高齢者肺炎球菌、打つのを忘れてないですか、それからジフテリアとか百日咳忘れてないですか、破傷風もこれからね、台風が増えてくる時期忘れてないですか、それから子宮頸がん、女性であれば子宮頸がんワクチンね、それから帯状疱疹を防ぐ水痘ワクチンなどいろいろなワクチンがありますからね、ワクチンで還暦になればもう一回免疫の勉強してもいいかも分からへんですよね。それじゃあね、今これ日本を襲ったスペインインフルエンザもうさかなりね終わりの章で、今回は外地ね、日本ってこの頃ですね、対馬カラフト交換条約でカラフトはロシア行ったんけども、日露戦争の時に半分ね、占領して、カラフト半分持ってます。それから朝鮮併合が1910年、ですから、そこからは朝鮮も外地として、日本が統治してます。そして、関東州ですよね、これから満州国になる部分も日本が租借地として持ってると、あるいは台湾、これも日清戦争の時に日本が統治していると、それから南洋諸島とか、まあいろいろね海外の覇権を持っているということで、外地はどうやったのかということですよね。まずカラフトですけど、カラフトの人口っていうのはもう8万から9万ぐらい、ねちょっと夏は漁期になるんで少し増えるんですけど、大体それぐらいということで、南半分を日本が領地として持っています。新聞としてはカラフト日日新聞ということで、もうこれ1918年、大正7年の5月に、少し流行性関門の記事が載ってると。で11月に死者が出たということですよね。で第一波というか全流行、1918年の10月から1919年3月の全流行、大正7年から8年にかけて、ですけども、この時は感染者が4063名、死者が144名という記事になる。で高流行、1920年はやっぱり、その内地の全流行、高流行と一緒で、感染性はそれほどでもなかったんやけども、非常に、致死率の高い、ね、インフルエンザだったということで、恐るべき、恐るべし、流行性感冒の突如再び本島に侵入せり、ということでね、これがまあ第一番のカラフトに入りましたよっていうんで、全流行になるとこういうね、こちら恐るべし侵入せりというようなことで、また入ってきたとね、いうことになります。でこの時もやっぱり、かなりの死者が出て、それもですね先住民、このところはそのね、ロシア人はもう本国に帰ったんですけど、アイヌとかオロッコとかギリアクなどの先住民が2000人程度を住んでたんやけども、それがですね、大正の9年、1920年の人口調査によると、400人ほどが減少しているということで、かなり先住民に被害があったんじゃないかというようなことが、まあ、人口統計から分かってきたということですよね。次朝鮮ですけども、朝鮮の方は先ほどもお話ししましたように1910年に
ね、日本が韓国併合してます、ね、そこから1904年まで、朝鮮総督府として、韓国を、ね、支配してました、領有下に置かれてたということで、当時の韓国の人口っていうのは1600万人ほどですよね。で、まあもちろん日本人も、ね、たくさん行ってたんですけども、1918年の10月にはもう、ね、日本と同時に流行してきたと。日日新聞にも流行したよっていうのが出てきてますからね、まあもうこれぐらいの大都市になるとどこが発信源かっていうのは分からないけども、もう感染者も多数出て、ね、鉄道建設も止まって学校も休校になったということで、ソウルの感染者が2万6000人ほど、ね、死者が148人、釜山でも感染者が1300人ほど出て、ね、でソウルでは11月にですね、平常月ではだいたい月1ヶ月に20人ほどの死亡者なんですけど、それが50人ほどの死亡者になっていると、ね、で死亡者の数というか年齢も20から30代の若者が亡くなっているんやということで、まあ、そのソウル、ね、朝鮮にはその独特のオンドルっていう、ね、生活の仕方があって、冬季になると部屋を密閉して、まあ、暖かくして、ね、そこで、まあ、たくさんの人が住んでると。で風邪なんかも汗かいたら治るよって、まあ、サウナ状態ですよね。そういうところで住んでるんで空気の、ね、入れ替えができへんのやないか、それが感染の原因やないかっていうのが、まあ、新聞にも書いてあるんで、まあ、今の3密を避けるっていうような状態ですよね、そういうような状態ではないかっていうようなもう分析として、書かれてます、ね、で軍隊での、ね、感染もあったと。またソウルにこういう感染が入るということで、こういうもうニュースもどん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 と出て、やっぱり軍隊っていうのが感染の温床ね、一番最初の発症っていうのはやっぱり3密の状態やったんで、本当にね自衛隊さん頑張ってると思うんで、このノウハウね、感染予防の防疫のノウハウっていうのはもうほんま寮生活の人に進めてほしいですね。だからやっぱり学生さんっていうのは少しやっぱり貿易がうまいこと言ってないかもわからんけどね、ノウハウを覚えれば、学生さんは賢いんやから、ね、そういうノウハウを覚えて、ね、できるだけ見えない感染症に対する、ね、病液を、していきましょう、ね、でソウルではもう12月に入るとですね、これ死者、これ高流行ですけどね、高流行の12月に入ると死者がもう60名、ね、だからもう、全流行では50名だったんけど、高流行では死者が60名になってると。だから致死率っていうのはやっぱり高流行の方が高いと、ね、でこの頃は予防接種バイフェルツ菌、ね、北里大学が作った、まあ、他にも他社でもいろいろあるんですけど、一番信頼できたのがその北里大学のバイフェルツ菌やったんですけども、進めたが、まあ、それも効果がなかったと、いうことで、で、まあ、流行の仕方っていうのはやっぱり中央、ね、人が多いところで、流行して、一旦3週間ぐらい経ったら今度は下火になって地方に流れて、でまた地方に流れたのが今度はまた中央に戻ってくるということで、どん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 、ね、循環して、春まで猛威を振るうと、ね、大体3ヶ月から6ヶ月猛威を振るうということになります。でこの時にね、やっぱ面白いのが関東、省のね、チョンチュンの慈恵委員の医官団としてですね、この病気に関して少し分析してるんですけども、本病は完全なる免疫減少を認めたり、すなわちチョンチュン慈恵委員内科の調査によれば、一昨年罹患せる者に、本年発病せし者はほとんどなし、これをもって見れば少なくとも1年以上の免疫を得ることは確実に、面白き証明なりと言うべし、ということで、
免疫現象1年間持つんじゃないかとね、免疫現象1年間持つんじゃないかということでね、発表しています。これがまあそういう疫学ですよね、調べて、そして、大きな数を調べて傾向を見るということになりますね。今回の新型コロナでも何万人も、ね、発症者が出て、中には感染者が、ね、出た、再感染したから大変やというようなお話もありますけども、大多数のものは感染して再感染するのかどうか、ね、それが疫学の免疫ですから、まあどれぐらい感染性が持つのかっていうのはこれからですけどもね、一人出たからというて再感染が一人出たからとしてもう免疫ができないやとかいうことではないですね。だから今はね、群毛像をなぜてるね、まだ輪郭が分からへん段階ですから、輪郭を分かって正しくね、恐れてくださいね。通常の医学的なものっていうのは、ね、感染症に関しては、基本免疫ができますね。エイズを例に取ってあげる方はいらっしゃいますけども、それに関しても、抗体はできて、その抗体エイズが、非常に、変異をしやすいもんだからということになりますんで、その変異ね、このコロナウイルスどれぐらい変異するのか、今ワクチンも140種類以上が作られてるんで、まあそのワクチンに期待するということになりますね。で、そういうね、この朝鮮では、大正7年8年ね、そういうふうに感染症の嵐が吹き上げれたんですけど、それと同時にですね、大正8年1919年の3月1日、これ三一運動と呼ばれる独立運動も起こってますね。これ6ヶ月ね、その嵐が起こって人口統計も取れなかったと、いうことね。これはもう朝鮮人民のエネルギーを感じますよね。自分たちで独立したんやというエネルギーが、こういう三一運動に、変わったと、いうことです。で、統計取れなかったんやけど、早見先生はまあいろいろと超過死亡を類推して、この全流行と高流行と合わせて、この朝鮮、ね、内での有効性感冒の死者を23万人と見てます、ね。当時の人口が1600万人ですから、23万人、ね、日本の人口が5500万人ぐらいか、で45万人ですから、まあ、やはり結構多かったんじゃないかなと思いますよね。それから広東省ですけど、これはまあ後の満州国になるというようなところなんですけど、やはりここでもね、感染は起こってます。で、この時の感染もですね、ここね、大連でもことごとく感染するというような形で、ニュースになってね、昨今ことごとく感染の様相を呈すると。で、日に日に新規増えて3、40名の大きいに至ると、ね。で、これは高流行の方ですけども、今度来たるのは前年来よりのものよりも悪性と、完全あの苦痛は絶えないというようなことで、死亡率は高かったというようなことをここでも言ってますし、で、まあ、ここではやっぱりその内地人、日本人と、中国人、本地人の、差、致死率の差っていうのも 2.5 倍ぐらい近いんじゃないかなって早見先生は踏んでますよね。それから台湾、台湾はこの頃の台湾の人口っていうのは300万人ぐらい、と言われてるんですけどね、これ春の嵐の時に4月1918年、大正7年の時に3人の力士が亡くなってますよね。これがまあ一番最初の N-1 のインフルエンザでないかと言われてるんですけども、6月20日の新聞、その年のね、6月20日の新聞には、不思議な熱現象を現れると。伝染性流行となせりとの見出しでですね、天狗熱とは異なり発疹がなく
高熱、腰痛、倦怠感を伴い5日間で沈静化する、ね、これインフルエンザですよね。関節痛が痛い、熱が出るってしんどいってね、だから多分この6月に、もうインフルエンザが流行ってたんじゃないかなということです。だから、夏場はインフルエンザ流行らないよって言うけども、やっぱり東南アジアの方でもブス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 そういうインフルエンザっていうのはくすぶり続けてるね、うん、まあ今でもですけどね、くすぶり続けてるもんなんで、冬には、そのインフルエンザが、ね、乾燥するから呼吸器に入りやすくなって大流行を起こすということですよね。だからまあこの今回もね、少し冬の流行に、今はまあボソボソと来てるもんです。冬の流行に備えて、防疫きっちりしていきましょう、ね。それからね、大正7年の1918年の10月ね、これ日本と同じように全流行が始まってくるんですね。で感染者が出始めて死者も出始めてるよということで、台湾の医学会はね、もうやっぱりそういうことなんで、早め早めに工業とかね、お店を閉めてくださいっていう勧告をしたんやけども、基本行政は出せなかったんですよね。だからここら辺は医学の判断としては、もう危ないもんやめてくださいっていうのは当たり前なんですけども、それを判断するのは行政ね。だから今回ね、医学の意見を聞いて判断する行政がどうするかね、これからどうするかですけど、まあ医学者っていうのはそれはもう自分の責任にならないように、あるいは最大限の防御っていうけども、それを全て守ってしまえばこれは経済が止まってしまうんで、そこはね、行政が判断すべきことやと思いますね。でそれでやっぱりね、報道ではですね、台湾の報道でも学校は休校になった、もう新聞社感染者が出て印刷にも影響が出てきたと、氷がどんどん増えて高値になったよとか、稼ぐ場が多忙になってるよとか、いろんな報道があったんけども、全流行は3月に収束して、高流行の方はですね、また12月ぐらいから翌年始まりました。でこの時にはやっぱりね、結構死者が出てるんですよ。通常の3倍となる死者が出てるとね。でこれですけども、やっぱりちょっとこちらね、グラフあるんですけど、これがこっちが台湾人、こっちが日本人ということで、率、致死率の差が出てるんじゃないかと、1.5 倍ほど高くなっていると。で流行はこういう急峻な山となってますね。当時の流行は、ごめんなさい、370万ほどでしたね。で大体、5万人ほどの感染者が出ているというふうになってますね、台湾でも。だからまあ全体にですね、言うと、内地では45万人、外地では大体28万人ぐらい、73、4万の人が亡くなったと。第一内地と外地と合わせたら、まあ、6000万、7000万ぐらいの、ね、人口の中で73、4万、大体人口の 1% 強が亡くなっているというような大流行をやったんですよね。だからもう一回ね、ちょっと忘れ去られてるんじゃないかということで、もう一回この、ね、流行歴史からね、覚えていただいたらどうかなと思います。じゃあ次回また手品します。ダイヤの10ですね。これ。消えちゃいました。